自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっています。県内の自転車事故による死者の半数以上は頭部が致命傷です。ヘルメットを着用していない人の致死率は着用者の2倍も高くなります。自転車乗車用のヘルメットの着用率は全国平均が 13.5% のところ、兵庫県は 6.2%。 令和5年9月末で南田島署管内の自転車事故は11件で、昨年から倍増、死者も2名。みんなかぶろう、命を守るヘルメット。